新着情報、平野紫耀日テレの新ドラマ出演で見せる、コミュニティの心をつかむ新展開に期待。こんにちは、皆さん。今回は、平野紫耀さんの最新情報をお届けします。戸部所属の平野紫耀さんが、日本テレビの新しいドラマに出演するという興奮を呼ぶ情報が入手されました。この出演には、ファンだけでなく、コミュニティ全体が注目しているようです。 番組中盤に行われたインスタグラムの生配信では、平野さんがファンからのコメントに応じ、かつての仲間である岩橋本さんとの交流が話題となりました。岩橋さんからの応援メッセージに、ファンは大いに盛り上がりました。この心温まるエピソードが、コミュニティの一体感を高めています。そして、平野潮さんは都内で行われたサントリージスの新テレビ CM、新キャラクター発表会にも登場しました。これは、 平野さんにとって対処後初のテレビ CM となる重要な出来事です。彼の意図すがすがしい笑顔が、アルコール飲料サントリー純粋の魅力を引き立てています。CM の撮影現場では、共演者の東京佐野さんとのアットホームな雰囲気が伝わってきました。撮影が進むにつれ、距離が縮まり、アドリブの場面も増え、監督もカットをかけずに自然体な雰囲気を楽しんでいたそうです。これにより、 平野さんの演技力や人間性が新たな一面として広く認識されています。今回の CM 出演は、サントリーが水のリニューアルと共に展開する大きなプロジェクトの一環であり、平野さんが新しい顔として起用された理由も納得です。サントリーは、水の販売数量を30%増加させ、国内の販売金額を6年かけて2.1倍にまで引き上げる戦略を進めています。 このプロジェクトの成功には、平野さんの所属するニワイトの滝沢秀明社長の経営センスも大いに寄与しています。香取慎吾や稲垣五郎なども含めた元スマップメンバーがサントリーの活動に参加しており、滝沢社長の戦略が成功を収めています。さらに、平野潮さんの個人活動も絶好調です。今年に入ってからは、 ファーストデジタルシングル、ゴートが大ヒットを記録し、高級ブランドとのパートナーシップ契約や、イヴ・サン・ローラン・ボーテのアジアアンバサダーに就任するなど、多岐にわたる活動が展開されています。ファンの期待が高まる中、平野さんは日本テレビの新ドラマにも出演することが濃厚とされています。これにより、テレビ出演の幅が一気に広がり、コミュニティ全体が楽しみにしている状況です。最後に、彼のテレビ出演の可能性について触れましょう。 所属するト部は、今回の CM 出演をきっかけに、平野さんのテレビ活動を解禁する方針と伝えられています。ドラマ主演の話も進行中であり、これからますます彼の活躍が期待される一方、ファンからはテレビ番組での彼の姿が待ち望まれているとの声もあります。まとめると、平野紫洋さんは芸能界において驚異的な活躍を見せ、2バイトの滝沢社長の戦略的な導きも相まって、 今後の展開が非常に楽しみです。ファンや業界関係者ともに彼の成長と成功を期待しています。ますます躍進が続く彼の動向に今後も注目が集まることでしょう。